マキスマキスとは日本料理の調理道具、すだれの一種のことである。マキスとも書く。日本料理が世界的に見られる近年を除き、中華文化圏や朝鮮半島にももともと存在せず、日本発祥で発展した調理道具である。素材は竹と木綿であり、細長く切り揃えた竹が木綿糸によって編まれている。 面積は2 5トルから3 0トル四方のものが一般的で種類は分厚い竹でできているものと薄い竹でできているものの2種類がある。近年では合成樹脂によってできているものもある。また記事上の写真右下にある三角柱の並んだような鬼すだれは伊達巻きなど巻く対象の表面を意図して凹凸にさせるために利用される。 巻き寿司などのり巻きの調理に使われることが多く、江戸前寿司に代表される早寿司の仕込み過程で様々な素材を巻くために用いられるようになった。また卵焼きなど柔らかい食べ物を形付けるのにも使われ、目で楽しんで食べると言われる日本料理の繊細な表現のためにも用いられる。調理に使った後は、カビや細菌の繁殖を防ぐために、 風通しの良いところで干すのが良いとされているが、使った後の手間を省くために、食品用ラップフィルムで巻き巣を折って使用する人もいる。特に、カリフォルニアロールなどでご飯が外側に巻かれる裏巻きを作る際には、糊が湿るのを防ぐため、巻き巣をよく乾かした状態で用いる。ありがとうございます。